はい、皆さんこんにちは、どうもひろです。今回は久々のデミオで峠ドライブ奥琵琶湖パークウェイ編をやっていきたいと思います。はい、では行きましょう。今ですね、近くの道の駅に来てまして、味釜の里っていうのかなっていう道の駅がすぐ近くにあったので、ちょっとそこで寝泊まりをしてました前日の夜にこっちの方まで走ってきてて、まあ本当に夜中だったんで、まあこっち着いてから一泊車中泊をして、まあ朝から走ろうっていう感じで来てるんですけども、なんかその奥琵琶湖パークウェイっていうところはですね、時間で閉まっちゃうみたいで、朝の8時から夜の8時までしか空いてないらしいんですよね、その道路が。なので夜中はね走れないので、走り屋が集まる峠っていうよりかは観光で来るような峠なのかなとは思いますけど、まあでもどうなんだろうまあただ道は結構楽しそうな道っぽかったんで、調べた感じちょっと楽しみです。朝から走る予定がお昼になってしまいましたなんか上登りきったところに展望台があったりとか、なんか多分お店があるっぽいので、ちょっとその辺も寄りたいなと思います。多分この辺の山がそうなんだろうね。すごいね、なんか緑がすごいね、超山の中って感じ。自然だ自然。さあここを左に曲がります。そうするともうこっからが奥琵琶湖パークウェイの入り口みたいな多分感じだと思います。まだこの辺がっつり住宅街みたいな感じで家いっぱい建ってるけど、どうなんだろう、そういう走る系の車は来るのかな。さあなんか一気に一気に山の中に入った感じで、結構あれだね、枯葉っていうかさ、まあ、昨日風強かったんで舞ったのかもしれないけど、なんか落ち葉とかが結構落ちてますね。落ち葉が落ちてます。さあガンガン登っていきますよ。最近ね結構ロードスターがもうずっと多くて、デミオで山走りに来ることもねあんまりなかったんで、たまにはねこいつも走ってあげないとこの車もなかなかいい車なの でタイヤもね今割とっていうかね、自分の車につけるタイヤで一番いいタイヤつけてて、東洋の R1R っていう、まあ、グリップタイヤですね、それは履いてるんですよ、このデミオに。なので多分ね相当面白い車になってます今本当はね動画でまだ動画撮れてないんであれなんですけど、だいぶデミオのなんだろうスタイルをガラッとイメージチェンジしたので、あ、また信号、ここにも信号がある。ラッキーなことに青色でした。結構狭めだね、でも。おー、びっくりした。そっか狭いけど、一応2車線は今のところあって、まあ狭いなりになんかちょうどいい狭さだね。なんか峠って感じの、あんま広すぎるとさ、なんか本当に観光地っていう感じするけど、まあそれの方が走りやすいんだけどね。あ、この辺もちょっとでもあれだな、映るか分かんないけどタイヤの跡ついてますね。ドリフトやってますねこの辺ちょっとちょっとやってるね。うん、すげえ跡ついてるわ走る人いるな。ちょっとここ幅広いし余計やりやすいかもね。そうで、さっきの話の続きになるんですけど、このデミオもガラッとスタイルを変えたので、まだまたそのうち動画にはしようとは思ってるんですけども、すごい琵琶湖が見えるというか、そっち側がだいぶなんか景色良さげだった。なんか多分登っていく途中にも展望台っていうかパーキングみたいなのがなんかあるっぽか。進入禁止は何これ、反対側からしか来ないってこと。あ、何今のやつを全部戻って、ダニー奥。
何ですと、これ U ターンせろと。こっから入れないの。いや、なんか一方通行でとかどうとかってなんか書いてあったんですけど、なんかいまいちよく理解してなくて僕。おお、やられたな。くそー、ちょっと反対方面戻ります。カット。はい、今ぐるっと、まあぐるっていうほどでもないんですけど、反対側ですね、回ってきました。おそらくこっちから行けるんだと思われます。もうちょっとね、まだ場所的にはかかるというか、もうちょっとまっすぐ行くところなんですけど、いやー、やられたね完全にね。あ、これか。多分これまっすぐ行くといいんだよね。つづらび展望台だって。じゃあ行きましょう。こっからがまあスタートって感じだね。よーし、上がっていくでー。そっか、確かに今まで上がってなかったもんね。本当に山に沿って走ってたから、山と琵琶湖に。こっから山だよ。そうじゃん。つづらおって書いてあるわ。つづらおだね。うんうんうん。B じゃない、おだね。さあ、いい感じの山道に入ってきましたね。でも本当綺麗な感じだね。なんかこの木とかさ、やっぱこの木がいいね。涼しいし、あの日が当たらなくて。ナビ狂っちゃって道がわからんや。ここはあんまり走りに来る人はいないのかもしれないですね。もしかしたら、もしかして。お、上がってきましたね。今の一瞬で結構上がったね。あ、でもやっぱ止める人はいるよね。さあ、このままどんどん上がって、とりあえずさっき書いてあったつづらを展望台かおまで行きたいですね。レッツゴー。短っ。本当に一瞬だけだった。結構道のりというか、道は今のところ優しめだから、レイアウト的にはね、走りやすいね。今のところそんなに道も悪くないし、しっかり2車線あるし、また信号か。信号多いな。青、いいね。ナイスナイス。さあ、すげえ、なんかちょっと森の中に入った感あるぐらい囲われた。これ全部桜だったらめちゃめちゃ綺麗だろうね。いい景色なこと。ああ、だいぶ上がってるわ。びっくりした今。すげえ高いとこまで上がってきてる。じゃあ展望台が楽しみですね。でも、これでも本気で走ってもすごい楽しそうな道だな。結構スピードが出る道かもしれないね。なんかコーナーが
一つ一つそんなにきついわけじゃないから。うわすごちょっとカメラで映せないかも、映ってないと思うんだけど、下、今走ってきた下の景色がねだいぶすごいわ。めちゃめちゃ高いとこにいる。あ、つづら尾崎展望台来ました。こっちでやってる。すごい、なんか道沿いに急に入る感じなんだね。一応なんかパーキングっぽいところに来ました。奥琵琶湖パークウェイ、ちょっとここ止めとこか。ちょっと探索してみましょうかね、せっかくなんで。はい、今多分展望台の方来たんですけど、すげえわ。これどっち方面だろうな。多分向こうが愛知かな、多分。こういう感じですね。だいぶ高いところに来てますね。はい、周辺マップみたいなのがありましたちょうどこのだいぶ先端のところに今来てますね、現在地で。下り切ってってさっきの道に繋がるっぽいですね。そんなにまあ長い道じゃなさそうだね。奥琵琶湖パークウェイ、さっきいたのがこれだ、道の駅塩津街道味釜の里、合ってるかなここにさっきいました。そう思うとすげえ上の方だったんだななんか奥の方来たら動物の森がありました。どうもりですなんかいろいろいるわなんか恋人の聖地って書いてありますね。よくわかんないけど、あの奥に見えるのがハートが、残念ながら一人ですけどね。なんかあの公園の遊具みたいなんかそこにちょっとお店があって、なんかコロッケとかコーヒーとか書いてあるんで、ちょっとやってたらなんか買いたいな。何も食べてないし、ちょっと行ってみます。美味しかったん。さあでは行きましょう。いや、焼きおにぎりと唐揚げ棒がめちゃくちゃ美味しかった普通にのんびり堪能してしまいましたが、さあここがじゃあ登り切ったところだと思うので、まだ若干登る感じするけど、こっからまあ反対方面というか下っていく感じになるのかな。ま、え、なんかあ、帰れるのか。帰る方と進む方といけるの。帰っちゃいかね、進みましょう。どっちが進むのか知らんけど、多分こっちだよね。これ行くと多分帰っちゃうから、こっちこっち。なるほどね。あ、じゃあここまで来てここで U ターンして帰ることもできるわけね。なるほど。まあ今回はね、どんどん先へ進みましょう。なんかさっきご飯食べながら、琵琶湖と一緒にね車が取れるスポットないかなってちょっと探してたんですけど、あのね、ちょっとまあそんなにがっつり調べてないんですけど、軽く調べた感じ、なんかね彦根港っていう、まああの港ですね、彦根の。そこで琵琶湖と写真が撮れるっぽかったんで、まあ、ちょっとここ走った後に琵琶湖の方じゃなくてそっちの彦根の方に行って、ちょっと写真だけ撮りに行こうかなと思ってますね。なのでここら辺というか、本当はここでね琵琶湖と一緒に撮れたらいいなとは思いましたけど、まあ撮れそうな場所がちょっとあるか分かんないもんね。一応このまま走っていくとね、途中もう一個ね展望台があるんですよ。なのでそっちもちょっと寄ってみて、ちょっとねどんな感じかっていうのを見てみたいなと思いますけども、でもやっぱあれだね、この道がしっかり整備されてるっていうかさ、
やっぱりあえて観光で来れるような感じの場所だから道はね割といいね。まあちょっとその落ち葉とかは結構ありますけど、まあそれぐらいかなっていう感じで、結構お年寄りの人とかがなんか来たりしてたんでさっき。左すごい琵琶湖だな、右も琵琶湖だけど、こっからはもう一方通行であれですね、さっき U ターンさせられたとこに多分つながるんでしょうね、このまま行くと。一方通行だからあれか、前から来ることがないのはまあいいね。あ、てかこれあれか、もうそういう作りなのか、2車線あるけど今は1車線だけじゃなくてもうがっつりもう一方通行っていう道になっちゃってるんだね。なるほどね、何も知らないからさバイク自転車一方通行、じゃあおそらく前から来るものは何もないってことだな。シティなら人が歩いてくるかもしれんけど、よっぽどないっしょこっちに下ってく人いるのかな。逆走車に注意、逆走車がもし来ちゃったらそれはもう無理だねそうか、逆走車が来るかもしれんもんな。あー景色いいね、すごいあれだわ、琵琶湖が高いとこから見れますね。あんまりよそ見してるとそのまま琵琶湖入っていっちゃうかもしれないからね山下りして、あーでもほんとすげえマジですごい下が見えるよ。前から車来ないけどミラーがついてるっていうこの優しさね、いい気遣いだ。まあ、でもやっぱりあれだね、走り屋が集まるような道じゃないのかもしれないですね。まあ、どっちかっていうと、まあ、走り屋が集まる集まらないというよりかは、まあ車好きは来るかもしれないけど、さっきのパーキングで車が集まったりはあるかもしれないんですけど、なんかこう走り屋がここに走りに来るっていうような道じゃなさそうですね。まあ行ったら帰ってこれないしね、ぐるっと回んなきゃいけないし、そういう道じゃないのかもしんないね、わかんないけど。前に車いる、実際ね普段がどうかわかんないもんね。今昼間に来てるんであんまりね、まあ、平日の昼間だから余計に車が来るっていうのがあんまりないかもしれないけど、まあ金曜日とか、まあ土日か、夜8時までしか空いてないから土日とかはもしかしたらなんかイベントじゃないけどそういう集まりがあるのかもしれないね。でも本当になんかね、道はね、まあ多少ガタンガタンはなるけどそんなにひどくないから、これだったらロードスターでも全然快適に走れそうな気はします。この辺は工事の途中なのかな、もうこれで終わりなのかなよくわかんないけど、あら止まってくれるの、すいませんね、別にそんな追いかけてるつもりじゃ全然なかったんだけど、そんなゆっくり走ってたんだけど、うわすげえわ、でもめちゃくちゃ景色いいじゃないですか。なんかキャンプ場があるね、つつじひらキャンプ場。
優雅に鳥さんも飛んでますね。U ターン禁止。まあそうだな、一方通行だからな。これキャンプ場かな。ああぽい、なんか封鎖されてたけどキャンプ場っぽいね。さあ、さっきのところら辺でもう登り切ったのか、下りに入りました。まあでも結構登ってるよね、多分だいぶ高いとこにいるとは思う。さあ、ほいさっさほいさっさ。まあ一車線だから道幅がね、そんなに広くなくてもいいっちゃいいよね。だ結構その白線の外っていうかさ、結構は道路自体の幅は広いから、線はまあ一車線分になってるけど、もともと二車線だったのかな。じゃあにしては狭いか、難しいね、よくわかんないけど、まあ走りやすいよね。でもナビがまた狂っちゃって、ただあれかな、やっぱそんなに走る人がいないからなのか、この枯葉とか落ち葉がだいぶ、枯葉落ち葉がだいぶまあ転がってるのが原因なのかな。なんかあんまり人が、あんまり走る人が多そうな、ね、雰囲気じゃないというかさ、すごいその道路際の枯葉落ち葉がすごいから、おお、くしゃってますね。まあ道のり的には走って楽しそうな道ではあるけどね、うん、まあ、ただ緩やかだからすげえスピード乗りそうだけど、なんか一方通行だし完全に閉鎖して、なんかここでそういう走るイベントみたいなね、なんかラリーとかさ、こういうとこでやったら面白そうなのにね。幅的にもなんかちょうど良さそうじゃない、そのなんか誰でも参加できるラリーみたいなさ、誰でもって言ったらあれだけど、ここもなんかあるけど入れないんだよね。ここはあれだったのかな、ここがその展望台の一つだったのかな。入れなくなっちゃってるかもしれないね。なんかもうだいぶ下ってるもんね。多分その展望台もう一個あった方はなんか通り過ぎ、今のとこだったっぽい感じはしますね。通り過ぎちゃったかな。これ下ったらなんかもう終わりな気がする。だいぶ下が近づいてきたから。また登るな。何これ、変わった道だね。ちょっと普通の山とはまあ若干違うっちゃ違うよね。琵琶湖の周りを走ってるっていうのもあるし、なんかもう終わりそうなイメージだな。このナビ的には多分もうそろそろさっき U ターンさせられたとこに到着しそう。その辺じゃない、あ、ほら帰ってきた。ここが終点ですね。で、こっからさっき U ターンしたとこに繋がると。さあ、下り切って終わりましょう。おい、いやいいね、走りやすい。山に囲まれてて、なんか春はやっぱりいいんだろうね、桜ですごい良さそう。あとはまあ今コロナの時期なので、そのところどころカラコーンで、ね、車止めれそうなところが止めれなくなっちゃってはいましたけど、
それが解除されたら、ね、止めて琵琶湖と写真撮ったりとか、なんか景色見たりっていうのがいろんなとこでできそうなので、普通にまた来たい道だなと思いました。今度はロードスターで行きたいな。今日は下見なのでね初見下見峠ドライブ。お、ラッキー青だった。さあ帰ってきましたよ。まあただ走ってる車に全く遭遇しないね。あんまりそういうスポットじゃないのかもしれないですけど、まあただ普通にこうやってのんびり走って全然楽しいなって思える道なので、で上でご飯食べれるし、なんか普通にドライブとしていいんじゃないかなって思いました。なんかドライブ、まあツーリングかな、そのね、なんか車好き友達とつるんでこうのんびりドライブみたいな、昼間とかに来ても全然なんか楽しい道だなと思います。僕一緒に走る人がいないので一人なんですけど、なんかね、車友達とかいたらそうやって登って上でご飯食べて下ってみたいな、すげえ楽しめそうな道でしたね。いいね。あとは秋と春の、まあ、紅葉と桜のシーズンで来たら多分もっとすごいと思うんで、ただその分車とか人が多いんじゃないかなとは思いますけど、まあ道路沿いがね、ずっとそんな桜の木でこうブワーってなってたら多分相当いい景色だとは思うんで、またそのタイミングで来れたら来たいなとは思います。はい、ってな感じで下りきりました。いや、とりあえずね、景色がいい。なんかこのやっぱ山の中だからさ、何、建物が少ないじゃないですか。あ、なんかこの田んぼばっかりで山がボーンってあって、で特にここは琵琶湖が見えるから、なんかその普通のとことはちょっと違ういい景色があって良かったですね。はい、ということで今回は久々のデミオで峠ドライブやっていきました。この奥琵琶湖パークウェイ、かなり楽しめると思います。その走りを楽しむというよりかは景色が楽しめるので、普通の車で来たりとか、まあ、シンプルにドライブが好きな人とかね、絶対来て楽しめると思うので、ぜひ来てみてください。おつということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ではバイバーイ。